で普通ね頭がいいという人はあの今もだからコメントでも返してる人でパッと返す人っていうのはね頭の回転が早いんだよね。で頭の回転が早いというのは確かに大事なんだけどもあのね回転力に頼ってるとトルクが少なくなることがあると。 トルクっつうのは、まあ、まあ、まあ、工業用語とか自動車用語なんだけどさ、回転する時の力そのものだよね。例えば、自動車は、なんかこう、タイヤを早く回しちゃうと。 低速発進がしにくくなったりだった、ね、あとなんだろうなゆっくりとものを引きずったりとかできにくいパワーが出にくいとその代かり速く走れるみたいなのもあるじゃんだからこのパワーと速さっていうのはねどっちをかを犠牲にしてやるもんなんだけども往々にして頭の回転が速い人っていうのは頭の回転の重さっていうのかな重量感が足りないのが多いとだから僕なんかもすごく気にしてるんだけど僕もこれ今みたいにそのコメントを読んで話したりしてるでしょ。そうすると どん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 考えが浅くなっちゃうんだよね。だからあの家でちゃんとレジュメとかを準備して話す時ときと本当にコメントだけやってるときとだったら全然疲れ方が違うんだよ。あのレジュメ用意してコメント読みながら話すとものすごい疲れるの。今日は早口早口なんですよ。あのね早話すこといっぱいでこれまだ前振りなんだよごめんな戦闘 <laughs> 思考力前振りで早くこれ終わって展開思考力の方に行きたくてで、えー、ところがですねあの。 人の話を聞くためには実は頭が早く回りすぎてはいけない人の話をね何だろう聞く時とかな、あのー、民族学とかでおじいちゃんとかおばあちゃんに聞き役やった人は分かると思うんだけども聞き役やってる時って早く頭が回りすぎてこううこす、ね「こういうことですねこういうことですね」って言うとなんか営業マンみたいになっちゃうんだよねそうすると相手が話すの面倒くさくて「ああそうですよそうですよ」そうですよというふうに言ってて結局なんか言ってることが聞けなくなっちゃうと。なんか ほら頭のいい証券マンとかさあと頭のいい SE とかさあと頭のいいカウンセラーみたいな人が家帰って奥さんの話聞けないっていうのあるじゃん奥さんの話がなんかこういろいろこう話し出したらさそして奥さんがこんなことがあってこんなことがあってそれ要するにどういうことなのそれ ABC で分けるよというふうにやっちゃうんだよ俺もねこれよくやっちゃうんだけどもこれねいけないの頭の回転が速いっていうのは確かに頭がいいかも分かんないんだけどもそれは頭の回転が速いだけでパワーがあんまりないんだよね。 であのー、ここで必要なのは人の話を聞くときには低速でもいいから強いトルクつまり共感力が強い考え方なんだ頭の回転早くなくてもいいんだ相手が何言ってるのか次に何を聞き返すのかっていうのはそんなに早く計算しなくてもいいからひたすら聞いて聞いて。 聞いてそうなんだって言って自分もその気持ちが分かるのかっていうふうに考えて感じてそれから大変でしたねっていうふうに言って返すこういうふうに一回頭のギアを無理やり落とすことができるかどうかがすごい大切なんですね。で先頭思考力ではその思考力に関してハイローミドルっていう3つのギアを提案しているの。 でハイギアっっっていいうののはさっき言った頭の回転が早いこれはもう本当に人とやり取りする時は速くならざるをえないし途中でなんだろうなぐちゃぐちゃしてくるよりはもうとにかく一番最初に考えた結論でバッと押していきたいというのはそういうことだから弁論大会とかさ議論とか出てくる人とかテレビで出てくる人っていうのは頭の高速を回転なんだところがさ蛭子義和さんとかさああいう人がテレビ出てくるとその場さらっちゃうでしょ。あれは何かというとローギアが強いんだよねつまり 周りでどんな速い話をしてても自分なりの回転速度で考えて自分がこうだと思ったらそこに固執して場の雰囲気を考えずに言うってこれは頭の回転数を落としてるんだよだから俺あの蛭子さんと実際に話したことがある,あるんだけども実際に話すともうちょっとだけほんのちょっとなんだけどもテンポがいいんだ。 でいやそんなことないよとかああそれだったら持っててもいいよというふうに割と普通にパッパッパッと話せるんだけどテレビでは相手のペースに飲まれないようにするためだと思うんだけどもほんのちょっとゆっくり話してるそれがローギアっていうのがちゃんと持ってる人でミドルギアっていうのはこのハイとローとの間みたいなもんでなんだろうな、あのー、ゆっくり話して相手の話も聞きましょうみたいな標準的な速度なんだ。でものを考えるときに 僕らはついついハイギアの方ばっかり意識して頭を早く早く回転させちゃうんだけどもそうじゃなくて早く回転させて相手にパッと言い返すのとゆっくり回転させて相手の言ってることを吟味して全部を分かったという分かんないとかえそれなんでとかじゃあ質問があるんですけどじゃあこれ抜けてると思うんですけどと一切言わずに全部分かる分かるであるとこれがローギア。 ミドルっていうのはこのハイとローの間に一つつけといたら自分の本来の試行速度ができるんだ。で自分の本来の試行速度をミドルで持っとくとハイで上に上げる感覚とローで一段下に下げる感覚と両方あってねめちゃくちゃ使いやすくなるよ。であのこれねなかなかね難しいは難しいんだけどもこれをやった上でじゃあこれはあのエンジンで言えば強いパワーのエンジンね。